本日のゲストはジャーナリストの中村龍太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずは本日はですね。はい、まず、あのびっくりしましたね。あの、大川隆法さんがお亡くなりになったということで、はい、幸福の科学というですね。ま、新興宗教まあ、あの著名人のですね。信者もかなり多かったということで。まあ、その。 創設者ですよねお亡くなりになったということで、まあ、今後どうなるのかというところで、まあ、注目が集ままっていますはい、あの今現在のところでは、うん、その教団は、まあ、その死亡に関してはその正式発表はしていないんですけれども各大手メディアがですねで、うん、にその訃報を伝えていまして今日の時点で え二日ですね。三、うん、月二日時点での発表によりますと、は報道によりますと、大川隆法さんがその今日の午前中にそのお亡くなりになったということなんですよね。うん、でやはりあの先ほどおっしゃったようにあの。 影山民代さんだったりとか小川智子さんだったりとか最近で言うと千言よし子さんなんかがはいえまあその信者ということでですねえそれでまあその世間的なその関心もその強いえその宗教団体ですよね。じゃあこの今後じゃあどうなるのかまあ今のところとまだその先ほど言いましたように、え。ー まだ教団の方がその正式発表していない段階なんですけれども、ええ、今後はその、えー、まあどういうその指導体制になっていくとか、その競争のその後継がどうなるのかっていうところにも多分注目が集まると思います。うんうん、そうですね。まああのまあ交渉1100万人とも言われる信者の数を抱える中で、うんはい、まああの後継者がどうなるのかとかですね。うん、まああとあ教団 施設もですね、まあ、都内も含めて至る所にありますし、はい、巨大宗教が。どうなるのかというのは、やっぱ教祖の師で、まあ、ちょっと注目は集まってますね。そうですね。ねはい。まあ、あの、やっぱり僕らからすると、やっぱ書籍があったりですとか、うん、あとは映画をですね、やっぱ作ったりとか。で、それであの清水文香さんが、まあ、あの、まあ。え、っ、えー、と、名前をですね、あの、千家よ子さんに変えられて、なんか作品に出たりですとかね。うん、まあ、いろんな意味で、その宗教という枠。の そうですね、広げつついろんなこう表現活動にもあ、まあ、いろいろやられてたのでも興味深くは見てたんですけどね。だ、ねえー、かあの,、まあ、あの宗教が出てまあ団体が出てきた場合、えーうん、私思ったのはやっぱり、うん、今おっしゃってるようにその新しいアプローチの仕方っていうのを、うん、あのそういう,こうあのモダナイズした布教だっていうのをあのそれをもう感じましたよね。でねで特にそのまあ えと教祖が話している言葉を書籍化するそしてそれをこうあの映像化するそういうことそのころに先進的にこう取り込んでいたったというのがあの教団じゃないかなというふうなテレビのニュースとかを見てると東大の文化祭に講演会に来たりとか岡うこさんが東大出身というのもあるんですけど、うん、まあ教祖自身が表に出ていくというのも当時はちょっと新鮮に受け止めましたよね。はい、うん 後継者問題も含めてですねこれはちょっと引き続き注目ニュースかなと思ってますすねそうです、ねまあ、あのお亡くなりになったとっいう意味ではまあお冥福をここで申し上げたいと思いますね。ね、うんうん じゃあ、ちょっと次の話題に行かしていただきます。はい、えー、まあ、ちょっと何かと注目のジャニーズ事務所がですね。うんはい、また、ちょっと注目を浴びているということで、これはちょっと中村さん。自身もちょっとお分か,かりになっているということで、あのイギリスの bbc がですね。あのジャニーズにまつわるドキュメンタリーを3月7日に放送すると発表したんですね。まあ、これはですね。あの bbc のスタッフが。 あの日本の芸能プロダクションであるジャニーズ事務所を取材して、まあ、その成り立ちからです、ね、関係者からいろんな人の,、ま、あのコメントを集める中で、まあ、ジャニーズとは何なのかをあぶり出していくというスタンスなんですけれど中村さんのポイントといいますかそれいかかがですか、ねはい、あの実は1999年に「週刊文春が」が、えー、もうお亡くなりになったんですがそのジャニー喜多川さんのセクハラについて。うんうん それを取材してそのキャンペーンで取り上げた時がありましてその時に私がそのえと取材班の一人だったわけなんですね。はい、で、まあ、その今回 BBC はですね、まあ、その点にかなり注目しているとどういうことかと言いますとこの世界的なその潮流としてですね、うん、その「MeToo 運動」ですね。はい これはその日本に限らずむしろそのせの欧米先進国の方が非常に進んでいると、えー、例えばそのジェフリー・エプスタイン事件というのがありましたそれはその自動改修、うん、えー、それを自分の,その筋力、財力、うんえー、権力に明かせて南海の孤島にそういう施設を作ってです、ねうん、そこにそのこう世界中のセレブを呼んで、うん、その自動改宗をしていたというです、ね、でこれはその実際にその実刑判決を食らいました。 にもですね、そのハリウッドでその「MeToo」運動っていうのがですね起きていましてですね、うん、それでそ,のそこに関わるプロデューサーだったりとかですねまあ実際に裁判になってで,、うん、それで実刑判決を食らっていると、うん、ですからまあ,あのそういう意味での,そのこれまでだったら、えー、そこまで問題にされなかったうん、うん、もしくはその覆、えー、い隠されてたっていう事件特にそのまあ 児童に関しての,そのこう人権問題ですよね、それについては非常にこうあの世間的なその見方というのは厳しくなっている、えー、その中で、えー、BBC としてもやはりその日本でも似たようなことが起こっているということをキャッチしまして、えー、それでその政策を始めたということなんですね。 え今からは2年ぐらい前ですかね、うん、私に BBC サイドの方から接触がありまして、うんうん、で実は1999年の「の週刊文春の」のキャンペーンの記事を私たち読みましたとうん、うん、えそれであの非常にそのこれはもうあの大変な問題だと、うん、でこれは,過去,の問題とは過去のこととはいえこれはこう看過してはいけない問題だというふうに BBC のスタッフは考えている。 非常にそのジャーナリズムをすごく勉強されているうん、うん、その優秀なスタッフの方なんですよねうん、うん、そういう精鋭が集まって作っているんですけれどもその方たちからまあ オファーがありましたうん、うん、ちょうどコロナの関係でそれで何度かそのやり取りをしていく中でようやくそのコロナから、まあ、その会社の規定とか緩やかになってきたんで、うんえー、東京に行くことができるようになりましたということでうん、うん、去年の9月だったかなあのいらしてそれであの。 インタビューをさせてくださいということで私とあとその時の,その同僚に「文藝春秋の」の資料室の中でそのインタビューをした、うん、ということがあったんですね。はいまあ,あのー おそらくその被害とかそのセクハラってまあまあ四半世紀25年以上前の話だったりとかするわけですけれどやっぱりその球体以前とする芸能界っていうのがまあまかり通ったまあ時代もありましたしですけれどやっぱ現代的な視点で見るとやはりそれはやっぱりあのセクハラとかパワハラとかがこうまかり通っていた時代というのはやっぱおかしかったんだっていうところのまあ再検証という意味もありますよね。 去その月に BBC のインタビューを受けて実は「日本の論点」っていうですね文藝春秋が出しているオピニオンムックがあるんですけどもそこで私は聞こさせてもらいましてそれが書籍のところ以外にも去年の年末だったかなそのネット記事の方になってその反響はあったんですけどもそれはどういうことかというとその時に BBC が本当にわざわざ日本まで来てお金をかけて 時間をかけて、こういう取材をしていると、で、まあ、人によってはね。 そのちょっと意地悪な感じで、そのなぜ今やる必要があるのが終わった話でしょうと。いう、そのコメントなんかもあったんですけれども。いや、全然これは終わってないですよと。これは、あの、明らかに再検証しなきゃいけないテーマなんだっていうことを。その、日本以外の人は真剣に考えている。というところがあるんですよね。で、その時に私がその、申し上げたのは、やはり。その週刊文春がそうやってキャンペーンをして、その裁判にもなった。で、そういったことをですね。あの、他のメディアが。 の、ほとんどと言ってほど、報じなかった、うん、そこに私は問題点があるというふうに、あの、言ったんですね。そうですよね。ジャ、はいまあ、ニーズ事務所といえば、その、いわゆる情報統制とまで言われるぐらい。はい、まあ、情報をですね、あの、の、まあ。 拡散のさせ方も上手だしそのネガティブ情報が出たときの,の畳み方というかそういうのを割と長けている事務所と言われてますすから、うん、そうですね、うん、ただ、まあ、確かにそのおっしゃる通りなんですけどもこれは、まあ、1999年時点では私にとってはこれも明らかに、うん、まあご存命中でしたしうん、うん、明らかにこれはこの事件だというふうにその認識だったわけなんですね。うん でそれでその,、まあ、そのキャンペーンを組んでやっていたわけなんですけれども、うん、まあテレビはテレビで、まあ、そのジャニーズ事務所の関係が非常に密なので、うん、それはできないというのは分かったんですけれども、まあ、ある程度理解はしました、うん、でしかしその,こうあの超大手メディアと言われてるその新聞各社ですね、えー、がそのこの人権問題についてそこまで積極的でないというか、うんえー、そういう姿勢が見え隠れしたで、ねはいで。私はその、うんえ あのその問題については、まあ、実はその永田町でそのこうロビー活動をしましてそれでその委員会でもその 取り上げてもらうことになったんですよねところがそこでも無風状態だったと。で、えー、最終的にそのジャニーズ事務所の方からですね、うん、その名誉毀損という形でその裁判になりまして、うん、それがもつれにも,たもつれてその最高裁まで行ったわけなんですね。でこれは名誉毀損ですかちょっとあの複雑なそのこう解説が必要なんですけど、うん、あのそれちょっと置いといても、うん、大事だったところは最高裁においてそ,のそういったジャニー喜多川さんが えその少年たちに起こうしたセクハラ行為っていうのは事実だったっていうことはその最高裁で認定されたんでしょうでその裁判の,あのことをパパッとこう簡単に書いていわゆるベタ記事扱いですよねそれで終わらせてしまったっていうのがありましたですねあの私はそれについて非常にがっかりしたっていうか あのこの国のメディアはどうなってんだっていうふうなこう落胆を本当にしたんですよね。うん、メディアの側もまあほとんど共犯のようなまあ、ほ報じないっていう意味ではその、はい、大きなことをこう歪曲化しちゃうわけですから。そうですね。うん、ですからそういうふうに感じましたね。だから、うん、あのそういうこうニュースに対するう着眼点とか、うんまあ、その。 人権に関する取り組み方っていうのはちょっとあまりにも甘かったんじゃないかとえまあもうそれは過去の話であるにせよひょっとしたらそ,のそれがずっとその傾向っていうのがその続いてるんじゃないかっていうに私は思ってしまったんですねですから BBC のインタビューでもちょっと大げさなその表現に聞こえるかもしれませんけれども1999年以来私もずっと日本のメディアに絶望してるんだと。 えジャニーズ事務所のこうこう起こしたその犯罪的な行為に関してもそれはともかくなんだけれどもそれを国民に知らしめなかったそのメディアの責任というのは大きいんじゃないかとえそれが結局ずっとつながって結局今よく言われるところの,そのマスコミに対する不信感というのはこう国民の中の一大テーマにもなっているわけなんですよねですからそれにつながっているというふうに私はあの思ったんですね。 あの放送はですね3月7日ということでそれも注目ですね、はい、あのぜひあのまあただ BBC2 っていうそのまあ日本でいうと NHK の,の教育・教養番組「教育チャンネル」っていうこれはこう英国国内でしかあの見れないものなんですよ。ですからえとひょっとしたら BBC ワールドとかあのネット配信 いいっていうところのその部署があるのでそれであのまあ反響以下によっては。 そこでもう一度取り上げられるという可能性がありますので1時間番組ですからかなり骨太な内容になるんじゃないかとただえと3月7日えとイギリス時間でその放送されたものがわれわれ日本国民にそのこう主張できないというのはちょっっとそこは,そはがやい感じはしますよねぱり外からの視点で捉え直すことで逆にいろんなものが浮き彫りになってわれわれもハッとさせられるってことはやっぱりよくありますからね。そうですねあとその 1999年当時のことを思い,ますと思い起こしますとあのその時はねニューヨーク・タイムズとかあのいわゆる外国メディアはこれは問題だというふうに大きく取り上げてそのまあ当然その彼らと私の親交がありましたからそれでその取り上げてもらったりこういうのがあるんですよと言ったらまあ実際に乗っかってくれたのは日本のメディアではなく外国のメディアでそれはかなりその記事にしてもらったんです。とところがが今はは全然状況が違うのは えー、その当時はそのインターネットがそこまでじゃなかったんですよね。ですからその外伝としてそういうのはあったんだけれどもうん、うん。 今みたいいなな拡散のの仕方っていうのは全くなかったただあのその時の,そのえと外国のメディアの捉え方っていうのはこの1999年以降ずっとやっぱりこう同じようにこれはおかしいおかしいってずっと言い続けてるわけなんですよ。ですから私がそれについてその過去のことについて問われてそれについて発言するとその世間的なそのこうあのこうネガティブな捉え方をする人は それはなぜ今みたいな感じでそれはその亡くなった人に対して失礼してでしょうとかうん、うん、そういう,こう批判をこう受けたりとかしますけれどもうん、うん、じゃあ,あのそういったことに私は方にこうあえて申し上げたいのは、うん、じゃああなたの人権が脅かされた時はあなたどうしたいんですかっていうふうに私は申し上げたいんですよね。そうですねあの。決してこれは、まあ、 市販政権の前のこととか言って、まあってこうもういいじゃないかって言って済まされることじゃないってことですよねそこでちゃんと再検証とか我々がもう一度その考え直すとかうん、うん、じゃあそのためにはその,こう、えー、その後どういうふうに対応したらいいのかとか。 あの新しいアイデアを出すとか、うん、同じようなことが起きないためにどうしたらいいかというのことをわれわれ自身が考えて同じような知恵をみんなで共有し合う、うんえー、それがその一番大事なことだと私は思うんですよね,そうですね非常に現代的なあの逆に問題だということですね、はい、そうですね。 じゃあちょっと bbc も注目ですね。はい、では、ちょっと次のまた話題にえ行かしていただきます。もう1個今、今まあ,あのまネットも含めて大騒動になっているのが、nhk の男性アナウンサー、はい、船岡アナウンサーがですねえー。勤の札幌からですね。あの、東京の中野区まで来てですね。うん、あのまあ、女性アナウンサーの自宅に押しかけて。 まあその後ですねあの逮捕されるという衝撃事件だったんですけれどこれについては中村さんはどういう見方でしょうかはいあの一報が入った時にですね、えー、あのまあやっぱりその世間的な関心というのはフロアカーアナウンサーもまあ人となりですよね、うん、その次はやっぱりそのその女性と女性との女性アナウンサーとのその関係ですよね。うんうん そこはやっぱりり注目が集まりましたまあ我々も最初一報が入ってきた時にですねそれで割とすぐちょっといろんな知り合いとかあれですねあの女性の方がすぐ特定できてそれでまああの前任地の金沢放送局で一緒だった後輩アナウンサーと。 あのが、まあ、東京にいるんでそれでまあ押しかけてきて、まあ、揉めて通報されたというんで、まあ、おそらくその、まあ、船川アナウンサーは子供が2人いる既、まあ、婚者ですので、まあ、不倫の,この地上のもつれの果てのです、ねまあ、男女のこういさかいの延長なのかなと思ってたんですけれどストーカー規制までかけられたということは、まあ、一方的にこう情熱を募らせて札幌から中野まで押しかけてきたという見方が強まってますね。 あのそれはまあえっと女性アナウンサーの名誉のためにも言いますとあのまあ最初に噂されたその不倫関係だったんじゃないかっていうことはこれは間違いでそれはその船岡アナウンサーまあ二十歳も年上の方なんですねえその男性のその一方的なストーカー行為によるその犯行だったということなんですよねですからえっと女性としても本当に大変な迷惑な話でそこにそのまあえひょっとしたら え船岡アナウンサーが来るかもしれないって察知したその彼女はその友人をですねえあらかじめ呼んで,ですねそれでそのあのまあ対策を講じたということなんですけどもえまあ2月、ですねその彼はそのこう侵入しましてそのベランダからそこで取り,取り,取り押さえられようとしてこう逃げたとそしたらまあ車の,こうボンの上にこうボンとこう当たってそれで病院に運ばれてでそこでまあその御用になったということなんですよね。 <で>ああ最悪の事態にならなくてよかったなっていうのがそ、はい、ううん、でですよね船子アナウンサーっていうのは実は NHK の方なんかに取材をしますと、うん、非常にそのスポーツアナウンサーとしては非常に優秀な方で、うん、その勉強熱心、うん、でいわゆるこうあのいろんな NHK 局員の中にもいると思うんですけれども、うん、その一番問題を起こ,こ,こさなそうなタイプ、うんえー、実直真面目勤勉。はいはい といううなそういう人柄性格だったっていうことなんですけどもそれが故には皆さん局内ではあの船岡がっていうことで驚いてるっていうことなんでしょうね。でまあそのスポーツの実況ではまあ皆さんおなじみの,その大相撲の中継であったりとかあとはそのテニスですよねあとはフィギュアスケートえーこの,その実況中継についてはすごく定評がありましてですね えー、もう能力の高いというですねそういう,こう評価を得ていたんですよね。で、えー、彼自身はまあそこでその、まあえー、ずっとそのスポーツ中継をこうやっていきたいアナウンサーにはこう2つパターンがありまして、ねはい、報道系かあとはスポーツ系特にこ男性アナウンサーの場合はそうなんですけどもその大体2つに分かれていくんですけどもまあ その彼のストーカーに押してしまったその背景にあるのはやはりいろいろ話を聞いたらですねまあこれは えー、彼自身がそのこうスポーツアナウンサーとしての挫折が招いたものだと,うということも言う,う人がいましたそれはどういうことかというともうずっとエリート街道というかとんとん拍子に順風満帆できた家庭もその円満うん、うん、で、まあ、単身赴任で、まあ、NHK ですからいろんな局に行ったりとかするわけですけども将来を嘱望されていると。うんうん でそのカナダその放送局でもデスク業務を兼任していて自分の,こう、ね、その気に入った人材とかも引っ張っていけるんだ、うん、そういう力も持っていた、うんえー、ところが彼にとっての大きな挫折というのは東京オリンピックがありましたよねそこで本来だったらそのこうテレビのこう一番こう最前線に出て活躍するべき本人もそういうふうに思っていたと思うんですけどうん、うん、ところがそのラジオしか出られなかったんですね。 これは出世的な話になってしまうんですけれども、うんえっと、NHK の中ではうん、うん、やはりあの、まあ、社内政治とかうん、うん、そういったこともありまして自分の思ったようなそうスポーツアナウンサーの理想像とはちょっとかけ離れたものになって 行くわけなんです、うん、でつまり結局、えー、テレビの,そのスポーツ中継がメインとするならばそこでこう活躍できるはずだったのにそれがもう、えー、他の後輩とかがどんどん目立つ活躍をするようになってしまっていてその先がこう見えない状況だったとこれは、まああのまあ、周囲の人なんかはそういうふうにこう見ている人がいましたね。 まあでもそれと今回のはまあ直接結びつけてはいけない問題だとは思うんですけれどまあ社会人まあちょうど47歳ぐらいでまあ大きな挫折を迎える中でまあそういうなな行為に走っってしまったのかなとそうですね、はい、だからあの実は NHK の方っていうのはその、うん、アナウンサーの方ですよね、うん、地方の,その放送局に行くとやっぱり。 こう顔をこう晒している、うん、わけですから、その地元ではその知られた顔なんですよ。まあ、ほとんどコー扱いですからね。そうです。ですからね、あのやっぱりやこうこう目立たないにこう、ね、なんかねこう。はめも外せないみたいな。ストレスはすごくあると思いますねはい、はい。そういう環境ではあるんですよね。うん、だからそのまあこう実例を上げないまでもそういうふうなこうあの同じこう社内であったりとか。 そこの中が密になってしまうというそういうトラブルとかスキャンダルみたいなことも実は過去にもたくさんありまして船岡アナウンサーじゃないですけど有名な阿部るアナウンサーも不倫で今番組全部外されてますからねそうですねだからそういうことは実はかなりあるというふうにストレスの溜まる仕事ではあるんでしょうけどこの刃口を間違えると逮捕されてしまうという最悪の。 自業自得というしか言いようがないんですけどね。そうですね。まあ特にそのえっとこう不倫とかだったらまあほらあのプライベートな話ということになると思うんですけれども、これがこの事件になってしまったら話が違いますから、まあそこは本当にあの大きな隔たりがどういう理由があるにせよ大きな隔たりはあると思いますよね。そうですね。りましてまだちょっと注目ですね。はい。ちょっとまたあのまあこれちょっと最後の話題なんですけれど、あの我々にとってはですねあの。 まあ非常にお世話になった芸能文化評論家の平間正明さんがですね、うん、あの先日お亡くなりになってでですすねねね、うん、びっくりしましまたねそうです、ね、急性大動脈解離というその病気なんですけれども、うん、これ笑、えー、福亭笑瓶さんがなった病気と同じだったんですよね。うんうん そうなんでう、ね、あのまあ昼間さんもだから、うん、あの仕事先のコンビニでうってなってそれで、まあ、救急車が運ばれてそのままお亡くなりになって、うんうん、まああの73歳だったんですけれど、うん、まあ驚いたしあの、まあ、我々を含めてあの僕も中村さんも、はい、あのお通夜にはえっ、ー、と、はい、まああのさねいたしましてですねご冥福をお祈りさせていただいたんですがやっぱりえっ、ー、とですね 祭壇の家がありましてその家を挟んであの右側に勇敢富士左側に日刊現代その隣に東京スポーツっていうですね勇敢三紙の,あの、うん、<laughs> 教科があの並んでいましてですね、うん、非常に我々勇敢紙業界にはですねお世話になった人でしたのでちょっとご冥福を祈りつつ、うん、あの広間さんといえばですね僕もいろんな思い出がありましてあの、まあ、とにかく絶望鋭くですね、うん、あのやっぱりあの 女性自身とかで宝石とかフラッシュとか記者出身なのでとにかくプロダクションとかいろんなところにその忖度するっていうのがもう苦,苦手とか大嫌いでとにかくあの権,権力とか権威を批判されてしかるべきだっていうあの論調をですねやっぱお亡くなりになるまで貫いたっていうのは。 やっぱり、あの、心強いブームもありまして、我々も、その、やっぱ。あの、普通、ちょっと、あの、コメントしづらいようなことでもですね、本当に、当両団、回答欄までですね、あの、まあ、これはこうだ、やっぱ、消しからんよって言ってくれる。存在だったので、ちょっと、本当に、寂しいな、という気もありますね。そうですね、あの、私も、あの、公文書時代、その。うん、ええー、お世話になりましてですね、うん、で。あの、とにかく、明るく元気な。人だったんですよね。うん、で,ねで、特に、あの、まあ、可愛がってもらったのは、うん、まあ、あの。 っていうのはやはりまあ同じそのこう業界にいてうん、うん、でそこでその後輩とか若い人たちにあの頑張れよ大丈夫だよっていうふうに常にそうやってそのこう声をかけてくれて不安になるようなことっていうのも実はねその我々の仕事でもこう多いんですけれどもえそういうところをこ背中を後押ししてくれるようなあのとてもそのこうこうエネルギーに満ち満ちた方だったんですよね、うんうん。エネルギー本当半端でなかった 急に連絡取れなくなってるんで、で、うん、その後いろいろ聞いたら、なんか。 マグロ漁船を何か買ってそれで一発当てようとして今ベトナムにいるとかそういう山下みたいなことやってたりとかんかねもともと音羽出版っていうね出版社も立ち上げてベストセラーも出てましたし芸能評論家に枠に収まらない活動をしたと思ったら全部失敗して帰ってきてそれでまたコメントでも何でもするからって電話がかかってきた時はちょっとほっとしましたワイドショーなっけどね。そそこででワイドとかのコメン その晩年はです、ね、確かにそのマグロ漁船の,その事業をビジネス失敗しまして、うん、<laughs> それであの自分のやってるその音羽出版でコスプレイヤー向けの,<あ>あのイベントをされてたんですよね。そののコスプレイヤー向けの雑誌も作っていてい 読者をですね、えー、集めてそのバスでそのこう旅行する撮影会をやるんですね。はいはい。うん、で例えば例えばその日光枝村だったりとか、うん、そのハウステンボスとか、うん、その長崎の軍艦島とか、うん、そういうところにこうあの旅行のパッケージで連れてってそこでこの時代物が多かったっていうんですけど、うん、そのコスプレイヤーの人たちがそこで撮影をするとそういうこうイベントをこうビジネスにされていて、ね、まあ最後まで本当にあの精力的な方であの亡くなったその当日もえっ、ー、と群馬 そらくそイベントに行く途中かなんかだったんじゃないかっていわれてますね。あのえー、確かね舘科、えーうん、にその、まあ、そのバスツーアーで行ってうん、うん、で自分はその自家用車でそこにこう向かっている途中でうん、うん、ATM でそのお金を下ろす時に倒れてしまったということなんですけども先ほどの話を継ぎますとあのもう本当にね えー、自分の思ったことをこうズバズバは、うん、っきりおっしゃる方でですね、うん、であの、まあ、芸能プロダクションにも本当にお子さんの方とか重鎮の方とかいるんですけれども、うん、あの昼間にに書かれたら仕方がないっていう,ふう,にこうおっ,しゃってこれはどういうことかっていうと、うんまあ、スキャンダルとかゴシップとかも様々ありますけれども、うん、あの昼間さんがこうお書きになる、うん、そういったゴシップスキャンダルっていうのは、うん やっぱり愛情があるんですよねそこはやっぱりそれを教えてもらったっていうのはありますね、うん、だからそのぶったたれて終わりだとかこいつが嫌いだからどうこうとかいうことではなくてうん、うん、やはりそのこうメディアとしての矜持というかちゃんとその愛情を持ってるうん、うん、えだからこそちゃんと批判するっていうですねそういうスタンスがそのあった、えー、ですからそのこういわばその,あのこう。 敵方みたいな立ち位置にあるようなその芸能プロダクションのこの方もあのまあ昼間だったらあの仕方がないというふうにあのおっしゃっていただからまあそれは本当にあの我々もその見習いたいところだなと思いますやっぱ芸能へのその愛あればこそっていうのがやっぱありましたね土日、うん、でご冥福をお祈りいたします昼間さんお元気でっていう感じですね。 酒ばかり飲んでましたからねそうですね <laughs> <laughs> ありがとうございました、えーはい、本日のゲストはジャーナリストの中村龍太郎さんでしたありがとうございましたありがとうございます